はい、マスアートです。マスアートのローマ人の物語の一の学びの時間となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。えー、今日が最後の題ですね。えー、先日の天才、えー、ピ,ューピ,ューロピューロス、ピューロスですね。あの私のなじ、えー、みのない名前ですけど、あ これでまだ次が、えー、ひとまずの結びということで、えー、長くなりましたこの学びもお終わりとなるときが来ましたまあ有名なハニバルやまたアレクサンダー大王ですね、えーまあ、当時のそういうあ、まあ、有名なあそういう天才と、まあえー、いうことですけど今日は まあ先日の天才ピュードスということで、えーえー、ギリシャの北西部に位置する、えーえー、エピロスからイタリアまでは、えー、アトリア海の出口を横断するだけで来られ,来られる、えー、現,現代の連絡船ならば深夜に、えー、ブリンディ,ディッチを出ても陽も日も昇らない早朝には着いてしまうつい先頃も えー、ボロセにこ,こぼれんばかりに乗ったアルバニアの難民がやってきてイタリア人をあわ慌てさせた、えー、タラントまでは長靴のかかとを回ってでなければつけないから工程はもう少し長くなるそれでも、えー、1日以上の船旅にはならない現代と比較にならないほど遅い船足で,船足であった 2300年昔でも数日の工程で十分であっただろう。だからピューレスの日清,日清を邪魔したのは距離でもなく春,春でも春でも時には襲う会場の嵐であった。そのためピューレスは2000の兵と2頭の像を失った。ピューレスを迎えたタラントの町は臨戦態勢など あと薬にしたくもない状態であった野外劇場や体育館は市民たちでいっぱいで約束の37万の兵にいたって影さえもないイカルと同時に呆れたピュルスは劇場と体育館の閉鎖を命じたこれが傭兵を雇ったつもりでいたタラントの市民たちの不況を買った そうは言っても戦闘に適した夏は近づ,近づいてくるローマ軍の南かの知らせももたらされていたーピュルスはーギリシャから離れてきた自分の戦力だけで戦う決心をする、えー、総勢、えー、2万6500の兵と18頭の像だったーローマ軍の方も名高い無名な高いピュルスを迎え撃つというのに、えーえー 準備万端整うどころの話ではなかったこの時期に、えー、タラントと戦いを交えるとは本気で考えていなかったので、えー、エトニア制圧の仕上げに、えー、戦力投入していたからである、えー、ピュルス・タラント条約の知らせを受けても南に向けることにできたのは死生家レベヌスの率いる半分の戦力だけだったそれでも北方に集中していた戦力の半ばを 最低、裂いて南に送ったのはーローマもピーリス同様、えー、37万の兵を用意するといったタラントの約束を真に受けたからである。タラントの財力をもってすればあシチリアだけでなくアフリカからも傭兵を集めることは不可能ではなかったから信用した,あした方があ信用した方を攻めることはできない。ただ あ自ら血を流してまで祖国を守った経験のないタラント人は存亡,存亡の危機が迫っているのにそれをす、えー、感知する能力も失っていたのだった異常なのはタラントの方で、えー、タラントは何もしないでいるはずはないと思う方が正常なのであるローマはあー、えー、名高い武将と37万の兵力の合体を恐れたのである それを阻止する唯一の法則は、えー、合体する前のピュルリスを撃つことだった全勢力が南下できるまで待つなど全勢力を合わせても45万しかないローマにとっては許さ,れない、えー、許されることでなかったのである事実ローマとピュルリスの第一線はローマの焦りを示して、えー、タラントがほど近い、えー、エ,クエクラエル・ えええエ,ラエラクレイリアで行われた海外に沿う平地だこの種の知性が時空にとって降りだことにローマ人はまだ気が付いていなかったそしてゾウという巨大なゾウ動物を目にするのもこの時が最初だった両軍の戦力はほぼ対等で,対等であったと思われる手材だけで望むピュルスは総勢2万6500の兵に18頭のゾウ 一方、死生官レビヌスの率いるローマ軍は、えー、ローマ兵8000に、えー、同,盟国同盟国の兵1万6000で総勢2万4000、えー。歩兵と消えの比率は両軍とも9対1の割合になる、えー。古代の戦闘における主役は民族を問わず重装歩兵だった。同じく密集,じ密集型人を取って戦う重装歩兵でもギリシャの歩それは。あ フランクスと呼ばれ、ローマのものはレゲオンと呼ば,れ呼ばれた。レゲオンの方が1 0人体ケント,リ,ウスケントリ,ウリアという明確な核を中心として構成されているために,に組織体として堅固に見える。だが当時の地中海世界で有名をとどかせていたのはフ,フランクスの方で、これもまた マケドニアの重歩兵団を蓄、えー、駆使し,、えー、蓄使して統制をなす成し遂げた、えー、アレクサンダーの遺産の一つで,一つでもあった、えー、ピウルスとローマのおー戦いは両お軍事面でも外政の勢力であるフランクスと新興勢力であるレイギオンが初めて激突する戦闘になったのである婦人をお終わったローマ軍を丘の上から終わったローマ軍を丘の上から 視察していたピューレスはそばに控えるキレネスを振り返っていったあの野蛮人たちは人権を見る限り野蛮ではなさそうないようだそれ,それがどういう結果に結びつかは明日試してみるとしようギリシャ人は自分たち以外の民族は全てバルバラを野,野蛮と呼ぶ習慣があったのである えー、エラクレイアの野に夫人を終わった両軍の陣容は両極端だったローマ軍はサニム族相手の高い手の経験が抜けないのか縦に長い陣容を取っているそれでは平地より産地に適した陣容だ一方のピューロス軍は横に長い陣形を取っていたしかもローマ人のよそに反して ジワットの像は前線に配置されず左右両翼には配置されている。ピューレスは中央部を固めローマ軍の中央歩兵軍団を、ゾウの群れをぶつけることで、えー、撃破する戦法ではなくローマのレ霊ンは自分のフラ,ンフランクスに任せ近代戦での戦車に相当する像は、えー、敵の両翼に配置されている騎兵にぶつける戦法を取ったのであった。 戦況はピュルスの考え通りに進んだ。ギリシャの歩兵がローマの歩兵に対して一歩も敷かずに退かずに戦っている間、ゾウの群れはローマの形態を散々に撃破し、その時、隙にピュルス自ら率いるギリシャの形態がローマ軍の背後に回ることに成功したのである。ピュルスは後にハ,ンハニーバルが戦術の死とする武将にふさわしく勇敢、果敢に攻める武将と冷却。 鎮着,冷,着冷静な戦術家の両名を持つ人物だった。戦闘に立って戦いながらも、刻々と変化する戦闘の善意を頭に入れるのも忘れなかった。包囲されたローマ軍は7000を超える死者を戦場に残して、えー、大敗した。だが、ピューレスの側の損害も少なくなかった。えー、戦死者だけでも4000に上った。しかも彼は、えー、エプロスから、えー、来たピューレスの手勢で、えー あるえー、ローマ軍の損失は補充ができたのに比べ、えー、ピューレスのこもったのは補充できない損失だったそれでもローマ軍の騎した敗北の知らせをたちまち、えー、南イタリア一帯に広まりローマのセルケに、えー、組み込まれたことに不満を持つ人々が、えー、ピューレス軍に志願したので数の上ならばピューレスはターに損失を取り,戻せ取り戻せたことになる。 えー、第一線の勝利とこの補充に気をよくしたピューレスは時をかさずに、えー、北上し首都ローマを攻撃する決心をした、えー、ローマへの進軍の道筋でローマ連合に参加できる参加しているローマの同盟国が名手、えー、ローマから離反することも計算に入れての行動であるだが、えー、ピューレスの予,予想に反してローマ連合の加盟国は、えー、ローマに反響をひれ返さなかった ナポリもカプアもそしてあれほどシフトクローマと戦い、えー、ついに屈したサムニームン族ですらピューロの境誘いを拒絶したのである、えー、これがローマからわずかロジッキロの地点にまで攻め上っていたピューロスの木をくじいてしまった、えー、積雪さ,れて、えー、雪されて間もない平坦でまっすぐなピューロ海アピア街道を崩れする だけだから、象を連れての行軍でも何時であったはず,では,はずはない。ローマもそれが分かっていて、首都防衛のために無産市民の召集までして万全を期していた。財産といえば子しか持たないという意味で、えー、プ,レリプレリタリーと呼ばれるこの市民たちは、納税の義務を免除されるているところから、えー、当時では直接税の代わりだった軍役も免除されていたのだ。 建国以来初めてこの人々まで招集されたということは、えー、ローマ人が事の重大さを完璧に認識していたということ,であと,いうことだったそれでもローマは慌てふためいていたわけでもないようであった、えー、独裁官の任命もなされなかった戦力の半分はまだ鉄活であったからだそしてこの時もいつもの,のローマ人のやり方でピューロストの大戦に、えー 敗れた出戦家レヴィヌスは罪に問われず加入もされなかったしかしローマ人が恐れていた事態はやってこなかったなぜならピュスは全てを持っていたが二体力だけを持っていない男だったからであるローマまで60キロと迫っていながらローマ連合が解体しなかったという理由と首都ローマでは無産市民まで招集されているとの知らせだけで 北、えー、道を再び引き返してしまったのだ、えー、タラントに戻ったピュルスはローマに講和の提案をした自分とロー,マローマの間の講和とよりもローマとタラントの間の、えー、講和の仲介を自分がするというものである側近のキネアスをローマに派遣し講和の条件を提示させたその条件とは第一にローマは以後南イタリアのギリシャ都市を尊重し 不可侵を宣言すること。第2は、これらのギリシャ系、えー、都市とローマの間に双方の勢力の及ばない中間地帯を置くためにその地域に住むサムネム族やあル,カルカニア族をローマ連合から解き放し再び独立させるというものである。えー、もしもローマがこの,この第2の状況を飲むならばこの地域に戦略上の流で建設、えー、されていた えール,チヌえー、ルチュニアとベヌ,ベヌージアの2植民地は撤去されることになる。えー、ベ,ベヌージアまで敷、えー、設済みの圧ア街道もおその攻略、この攻戦、この攻戦略上の意味を失うわけ,失うわけだった。 えー、講話の交渉役としてキネアスをローマに送ったピューレスはこの側近にローマの婦、えー、夫人たちへの高価な贈り物まで持たせていたあー買収を目的としたのではなく単なる手土産のつもりだったがあーローマの女たちはそのような粋な改良に慣れていない敵化の贈り,物贈り物などを受け入れられないと使いされただけだったローマの男たちの方はピューレスの提案してきた講話を 真剣に闘技しあったようであるもともとがタランと主力とする豊かな南イタリアのギリシャ系小都市を征服しようとして始めた戦いではないそれに,に噂には聞いていたピュルスの戦術の名と像部隊の破壊力を自ら体験した今はローマ人が気が落ち込んでいたのである元老院の体制は 講和に傾き始めていたそれを知って激怒したのが元老院の高齢のために引退していたアピス・クラウディスであるアピス・カイドを積雪させたことによって戦略的意味を持つローマ・カイド建設の初端を開いた男だ。 ローマのアッピア街道のアッピクスを他の男たちと区別するために彼だけは、えー、財政官アッピスとかあケンソルとか全盲のアッピスと,とかを呼ぶ高齢で目がほとんど見えなくなっていたあることも不自由になっていたアッピスは人の肩にすがって久しぶりに元老院に登院したそして、えー、元老院議員たちを前に演説するというよりも叱りつけた ピューロスがイタリアを去ることが講和の前提条件であり我々の家の庭に踏み込んで居座っている敵は講和であろうが何であろうが交渉,交渉の相手にはなり得ないと言ったのであるこれが元論院の空気を変えた、えー、そ,それでもなおローマはピューロスの提案を削除するまでの決心をつかなかったようであるひとまずは捕虜を身受けする民主金を持たせた特使を タラントのをピューレスの元に派遣したこの特使に,にピューレスを言った私はイタリアに商売をし,しに来たのではない私とあなた方との,あとの争いの決着は戦いの場でつけるとし,つけるとしようただし捕虜になっているローマ兵は、えー、講和が提起された時の前を、えー、祝いとして住院するから連れて帰って結構だ その時のローマの特使は翌年に死刑間に選出されることになるファフ,ァファフィブリディウスである前祝いということになったからといってこれ幸いと受け取る男ではないそれで、えー、600人の捕虜を連れ帰ることは承知したが、えー、講和が成立しなかった場合はピュリスのもとに送り返すことを条件にした帰還したファブリディウス ウスを迎えて、ローマの元老院は闘技を再開した。そして結局ピュリスの提案は決することで一致したのである。えー、600人ローマ兵は久しぶりに会えた家族ともま,たまたも別れ、ターナントに戻っていった。一人もかけていなかった。えー、それとちょうど同じ時期、えー、ローマの元老院を密かに訪れた外国人に行った。えー、ピュリスの従0以下の秘密の使者ということで、ピュリスを毒殺する用意はあるが、 その代として何,何,何をくれるのかローマに通ってきたのである。芸能人はこのことの一部指示をピュルスに伝えた。感謝したピュルスはそのお礼として持ってきたローマ兵の捕虜600人を再び繰り返した。ローマ側もただでは受け,受けられないとローマ軍の捕虜になっていたギリシャ人を送還したのだった。両者,との,両者の間にもこのようなことが行われている間に 年も変わり戦闘に適した春が巡ってきた。講話が成立しなかった以上、ピュリスに行っ,ったように決着は戦いの場でつけるしかない。今度はローマも戦場の選択には慎重だった。ピュリスの対決にはアウディウスの地が選ばれた。ルチリアと ヌーベンバヌーヴバ,バヌージアという二大植民地の中華にありローマの勢力圏の前線に位置する山地を下ってすぐの一帯でピュルスの消えと、ー、像に重、えー、王の活,活躍を許してはならないローマ軍にしてみれば、えー、絶妙な選択をしたつもりであった両軍の戦力は今度も互角と言ってよい二人の出世権が率いるローマ軍は総勢4万 ピュリス軍も志願兵も加わっていたのでこちらも総勢4万というところだった第一戦の時と違って、えー、森林が両側から迫っている戦場は狭いだがこの地,地形に合わせて、えー、ピュリスは戦法を書いていた重装歩兵団の動きにより柔軟性を持たせられたのであるそれで,それでもやはり起伏の多い戦場は馬と象の動き,動きを <laughs> 鈍くし 1> えー、第1日目はどちらが唯一、えー、も分からないままに終わった翌日ピュリスはまたも戦法を変えた夜平坦場所に、えー、ローマ軍を誘い出したのだこれがあまりにも巧妙に進められたので、えー、ローマ軍は誘導されていることにすら気づかなかった ひとたび有利な姿勢に戦場を移ればいつものピュールスの戦術が効力を発揮する戦況は第一戦の時と同じように展開したローマ軍は失勢政官一人が戦死したほどの損失を被り戦場に残した戦死者は6000に及んだだがピュールスの方の損失も大きかった戦死者の数は3500この大部分が えー、彼がピュ、えーえー、エピーロスから連れてきたギリシャ兵であったのだローマの、えー、敗退を見ながらもピュルスの胸を張れなかった彼は傍らのキネアスに行ったローマ軍に勝つたびに我が軍の戦力が減っていく彼自身も傷を負っていた命にかかるほどの重傷でなかったがピュルスの忍耐力を試すには十分だった えー、配送する時も追わずにタラントに戻ってき、えー、来ていたピューレスのもとに、えー、シ,チシ,チリアのシチリア島のシラクサからの施設がれ訪れた、えー、カルタゴの後世からシチリアのギリシャ人を助けてほしいという要請であるローマ人と戦いに嫌気がさしていたピューレスは詳しく問い正しもしないでこれを受けたシチリアさえ手中にすれば その後はカルタゴと思いが彼の心を晴れやかにしたのかもしれない。タラントの市民たちには、シチリア攻略は容易に終わるからすぐに戻ると言い、手材を引きいただけでメシーナの海峡だった。だが、シチリアを支柱にするのは良いどころの話ではなかった。3年の間、シチリアのピュルスを悩ませたのはカル、カルコタ人ではなく、彼にとっては同胞である。 ののギリシャ人であったのだ、えー、ローマとはほとんど建国の時期を同じくするとは言っても南イタリアのギリシャ植民都市の繁栄期は長い、えー、建国当初からこの人々の力は周辺を圧倒していただが長期にわたる繁栄は人々の精神を複雑にするローマ人相手でも立派に通用したピューロスの騎士道精神も 軸乱,乱軸したシチリアのギリシャ人相手ではよをなさなかったそれに加えていかにシチリアに長く住んでいようとギリシャ人特有の強烈な独立心は捨ててないこの人々には同じギリシャ人同士でも強調する精神がま,まるでなかったピュルスはこの人々の仲間惚れや裏切りにやらに翻弄されてしまったのである 最後に自分の身すら危険になったピュルスはシチリアをみな,なはしてみな走ってタラントに戻ってきた3年の空飛と今では半分に減ってしまった手勢がタラントに戻ったピュルスが,が持って帰った唯一のものだったタラントの市民たちはシチリアの同胞と変わりはなかった戻ってきたピュルスを えー、以前にもまして白い目で見るだけで、えー、軍を立て直す、えー、炎上すら惜しんだまた3年間の空白はあピューレスに従ってき戦って経験を持つ、えー、南イタリアの人々さえもう一度お試みるう気を失わせていた一方おーローマはこの3年間を空視しなかったローマ連合を固めるに使ったのである加盟国はすべてもはや確実にローマの側にあった 紀元前275年の夏、その春にシチリアから戻ったばかりだったピュルスは自らの運をロー,マとーとローマとの戦闘にかけることに決める。<laughs> 放っておいた石膏の持ち帰った情報によれば、ローマ軍は二手に分かれ、二軍団は丸バントに、残る軍団はそれより南の、えー、山地を行、うん、軍中ということだった。ピュスはまず、えー、先に、えー マルバントにいる方のロマ軍を攻撃するようにしたロマ軍の半分を撃破,撃,撃破して後に返す刀で残りの半分を撃つ初めてイタリアの地を踏んだ当時に比べれば半分の戦力しか持たないピューリスにはそれしか方策はなかったのであるマルバントマルバントゥームはアッピア街道の途中にある街道を北上するだけでよいから着くのに時間はかからないロマの全軍が合流する前に 戦闘を終えたいピューレスにとっては行軍の時間は短いこと,にことに短い越したことはなかった劣勢な戦力で立ち向かう不利を少しでも補おうとマルバントにいるロマ軍への攻撃は夜明け前に決行するとも決めたところがベヌーネ、ーヌ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 ー 石室されていないアッピア街道に出る前の産地の行軍に予定以上の時間を取られてしまったのであるおかげでアッピア街道を旧行軍で北上して、えー、マルバントに着いた頃には夜はすっかり明けていたピュリスのこ攻撃はローマ軍には不一致ではなかった象のう、えー、声に驚いた街道の住民 から早く,早くも記されていたからである。出戦官マニウスはピューレスに人権を整える日を与えずに攻勢に打って出た。月戦になったが戦況は終始ローマ軍の優勢のうちに展開する。ローマ兵はスートの像をと捉えるまで成功した。ピューレスの接近を知っ,て知った段階ですでに出戦官マニウスからは少し離れた産地を公軍中の竜軍に、えー、急,急を知らせる伝令が送られている。 遊具の到着も時間の問題だった。ローマの全戦力の合同を避け落とすどうしたピューリスの戦略の失敗は太陽は昇る速度と同じ速さで明らかになっていった。完全な敗北に終わるのを恐れたピューリスは自軍に撤退を命じた。タラントへは北上した時と同じ速度で、えーえー、帰り着いた。その年の秋の初め、ピューリスはこそりとタラントを立ち、エプロスに帰った。エプロスの王、ピューリスの エプルスの王ピウルスの日生にしたかった2万8500の,兵,のうち兵士のうち王と共に帰国できたのは8000の兵と500の兵だけだった増か何とか帰国できたのかは知られていないピウルスはその3年後スパルタとの戦闘中に討ち死にした当時の地中海世界で最も有名な部署だったピウルスを 帰国せざるを得ないい状,状態に追い込んだこの事件はローマを一躍腐り的な存在にしたラテン民族の一時不足につきなかったローマはこの一時を機に東地中海の国々でさえ注目する国になったのであるそしてこの2年後には地中海世界ではカルタガと並ぶ大国とされていたエジプトから えー、ローマとこのその友好関係を充実する任務を帯びた特使がローマに、えー、到着したしかしこの国際社会のデビューもデビューもローマ人に本来の仕事を忘れさせはしなかった、えー、記念すべきピュルス相手の戦勝の地であるパルバントは悪い風という意味のこの名から良き風を意味するベネ,ベネ,ベネントウと名を改める そして紀元前272年タラントの構成が開始された他者にすがる望みも断たれたタラントは簡単に陥落した、えー、陥落後のタラントをローマは同盟国にしたただしローマ連合の他の同盟国とは違って、えー、タラントはには完全な実権を与えなかったローマは この南イタリア切手の領航を直轄の海軍基地にする勢いでいたからである。そしてそのようにした。現代でも軍港であり続けるこのタラントからは、えー、1991年の湾岸戦争の時にも中東に向けた艦隊が執行している。アッペア街道もまもなくタラントまで延長された。そして数年後にはタラントがブリ,ブリンティッシュまで延長され、 えー、街道の女王と呼ばれるアッピア街道も完成したのであるまた全267年ローマは初めて、えー、自前の通貨を作り始めたこれまで必要に攻められた攻められたびに南イタリアのギリシャ都市の通貨で済、えー、ませていたのである地獄の通貨を持ったということはローマが対外的な関係を持ち始めたということでもあった偶然に起こった事件はこうして こういう世界を見れば、ローマによるイタリア半島統一という歴史的必然になったのである紀元前270年前後のこの時期に至ってローマは北はルビコン川から南はメッシナ海峡に至るイタリア半島の統一を完成した紀元前753年の建国が数えれば実に500年に及ぶ長い清月をかけた事業であるメッシナ海峡の本堂側に立てばシチリアは リリサの距離にある、えー、ピューレスがシチュアの向こうにカルタガを見たようにローマ人もシチュアの彼方にカルタガを見るようになるのにはこのあと数年10年と要し,要しなかったのであ,るのであったはい、えー、やっと、えー、この長い、えー、ローマ人の物語第一ですね、えー、ローマを一日してなら 建国して500年してイタリア統一したということで北はルビコン川から北はルビコン川から,は川から南はメッシナ海峡に至るシチリアを見渡すシチリアを見渡す海峡ですねその向こうにはアフリカ大陸のカルトタゴがあるということで えー、500年とということで、まあ、偶然に、まあ、実績の艦隊がタラントに嵐で避けるために入った偶然からあ、まあ、タラントが雇っ,ったエピロスの王ピュルスとの戦いに、えーまあまあ、勝利というかピュルスもエピロスに変えたということで。えー 書書いいててあありりまますすねね、えー、完,完全な敗北に恐れる終わるのを恐れたピューレスは自軍に撤退を命じた。タラントや白状した時と同じ、そこで,でどたどり着いた。その年のお年の秋の初め、ピューレスはコストイト、タラントを立ち、エプレスを帰った。エプルスのおピューレスの 統制、えーえー、西政に従ったあ2万8500の兵のうち、えー、王のと王と共に帰国できたのは8000の兵と500の兵だけだったウが何頭か帰国でき,できたのかは知られていないピュルスはその3年後スパルタとの戦闘中に討ち死にしたということが書か,書かれています、えーまあ、この最後で 1> えー、第1回のメッシンや海峡の本土に頑張ってばシチリアはあ、まあ、指さすだけの距離にあるピエリウスがシチリアの向こうにカルタゴを見たようにローマ人もシチリアの彼方にカルタゴを見る,見るようになるのはこのあと10年と用意しなかったので、はいえーまあ、結びの方は最後にひとまずの結びがありますけど、まあ、これで、えーまあ、今日の 先日の天才ピルスの学びでした。また次回のマスアートのローマ人の物語第一でお会いいたしましょう。マスアートでした。終了です。パションプレゼン。シャロン。バイ。